次に馬場伸幸君。馬場くん、お疲れ様です。日本維新の会馬場伸幸でございます。私は選挙区が大阪17区でございまして、まあ、振り返りますと4年前にですね、大阪府議会、大阪市議会、堺市議会と、3議会の地方議員が集まりまして、大阪維新の会というものを立ち上げました。そして地方から日本を変えるというその信念のもとで今まで活動を行ってまいりまして、昨年暮れの衆議院選挙で衆議院では54名の議席をお与えをいただいたところでございます。まあ、我々が何をしたかということを考えたときに、まだまだ国民の皆様方のお役には立っていないというふうに思っておりますが、まあ、この民主党、かつて民主党に寄せられていた期待というものが今日本維新の会に寄せられていると、そういう中で私個人的には大阪の出身でございます。この地方から国を変える、地方分権を進めていくということに力を入れて活動をしていきたいということをまず冒頭申し上げたいと思います。ありがとうございます。さて、日本ではですね、昔から先人の方が格言とかことわざとかですね、こう後世に残せばいいなということを、まあ、格言とかことわざということで、我々にこの処世術というものを残していただいております。まあ、その中で、私が常に使わせていただくことわざというのがございます。それは、親孝行したいときに親はなし。私はもう親からずっとこれを言われてまいりまして、いまだにまあ親孝行ができていないんですけれども、昨今のまあこの日本の社会情勢を鑑みますと、これをもじったまあ川柳というものが流行っておりまして、それをちょっとご披露させていただきたいと思います。親孝行するかしないか親次第。ありがとうございます。親孝行するかしないか親次第。もっとひどいのがありましてですね、親孝行したくないのに親がおりと。親孝行したくないのに親がおり。今多分笑われた方どこかに引っかかるものが心の中にあるんじゃないかなというふうに思いますが、我々日本の会はやはりこの親孝行という言葉が枕言葉に来ますと、したいときに親はなしということわざでなければいけないんではなかろうかというふうに考えております。すなわち改革しなければいけないものは早急に改革する、そして守るべきものはきちっと守っていく、そういう基本スタンスが重要ではなかろうかと思います。そういう観点で今回の13兆円に上る補正予算、私の方からまあ感想を述べさせていただきますと、やはり旧来型のこの公共事業にウェイトが置かれているんじゃないだろうか、そういうふうに感じます。まあ、公共事業というのは、いろいろ、まあ、種類も複雑になってまいりまして、貞子トンネルのような、維持、管理、補修と、こういったものについては、どんどんと、進めていかなければならないという立場では、同じ思いを共有をいたしております。まあ、しかしながらですね、一律にこの公共事業をやっていくと、いうことについては、私はもう時代が違うんではなかろうかというふうに思います。例えば私の家内は和歌山県の龍神村というところが実家であります。1年に数回この龍神村に私も家内のお供をしてですね、里帰りをしておりますが、私の家内の実家はダムの造成工事で20年ぐらい前に集落ごと別の場所へ移ったと、そういう経験がございます。
わずか8軒ぐらいの集落なんですが、その移転したところにはもう家の前までですね、その道路が、舗装されてきちっと通っている。そして、そういう中でみんなが暮らしをしているわけなんですが、ご多分に漏れず過疎が進んでおります。祖母に、祖母が一人で住んでるんですけれども、この祖母に元気ですかと、おばあちゃん元気というふうに聞きますと、まあおかげさまで元気なんですけれども、老人会の集まりとかゲートボールとか行ってるというふうに聞きますと、私どもの祖母は行ってないと。なんで行けへんのとこう聞きますと、あんなとこ行っても年寄りばっかりで面白ないと、こういうふうに言うんですね。それだけまあ過疎が進んでいる。8軒の家のおそらく平均年齢はもう80歳を超えているんじゃないかなというふうに思いますが、1軒にだけ私より少し年上のまあ50代50過ぎぐらいの方が家族で住んでおります。まあ、その方のお話を時々聞くんですけれども、まあ、普段の生活はこう自給自足でみんなが米を作ったり野菜を作ったりして生活をしている。現金収入何ですかとこう聞きますと、1年間にですね、その村にある数軒の、まあ、土建屋さんが、建設業者さんがいろんなまあ公共事業を取れば、そこにまあ日雇いという形で行ってるんだと。まあ、その収入を1年間で使っているんだというような話を聞きました。私はね、公共事業というのはまあ経済対策というものがもちろんあるということは認めている、いますけれども、地方でこの公共事業、もうね、辺りを見回しても、なかなかもう道路も舗装されてる、橋梁もかかってる、まあ大きな幹線道路以外にはもうやるとこないんじゃないかな、そんな状態を目の当たりにしています。そういう中で人々がその公共事業で生活の糧を作っているというまあ実態を見たときに、先ほど我が党の村岡議員の質問でもございました。やはり地方はですね、公共事業で生きるのではなく、農業、そして林業、そういうものをきちっと生活していける。暮らしがきちっとやっていける。まあ、そういう仕組みを作るのが我々政治家と政治に与えられているのではないだろうかということをまあ強く感じています。そして一方、私が住んでいます大阪を含め都市部では、今この13兆円という大型補正予算が組まれたおかげで、いろいろ耐震化の工事等が発注される予定になっています。地元へ帰って業者の皆さん方にどうですか、今回の補正予算どう評価しますかというふうに聞きますと、そうですね、馬場さん、なかなか公共事業が数が一遍に増えても私たちにとってはメリットはありません。なぜですかということを聞きますと、やはりこの東北の復興の関係で技術者、そして職人、こういった方々が東北の方へ出稼ぎに行ってるというんですね。まあ昔は戦後は東北から都市部へこう出稼ぎに来ていたという時代がありましたが、今それが逆転をしまして都市部から東北へ出稼ぎに行っているという状態になっています。従いまして、この技術者、職人に対するコストが倍、3倍という状態になっているということで、非常にまあコスト高になっているということを聞きました。そして、この公共事業を行う際には、もちろん入札というものが行われますが、まあおかしな話ではありませんが、現場では今、この競争入札というものは公明正大な競争入札が行われています。業者さんは皆さん方が本当に競い合って1円でも安い金額を入れるという努力をしているわけですが、まあ、なかなかこの競争入札が公明正大に行われていること、
また公共事業が民主党政権時代には非常に、量自体が減っていたこと等がありまして、業界がねすごく硬直化してるんです。で、公共事業、大きな公共事業を出してもですね、ゼネコンさんあたりは自分とこの儲けはきちっとこう抜くんですね。そしてその負担を孫受け、ひ孫受けにどん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 と転嫁していく。まあ、3時、4時ぐらいの下請けになるとなかなか儲かりませんということを、私に言うんですけれども、私に言っても裁量権もないので言わないでくださいと、言いますが、このゼネコンさんにそういうことを直訴してもですね、なかなかそれは改善されない。麻生建設さん、今度の現場でまた考えますがな、と。こういうね、裁き方をされて、なかなか、上から水をどん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 注いでもですね、その水が下まで伝わっていかない。先日、安倍総理が公共事業をすると、職人さんも潤って、帰りにビールでも飲むんじゃないですか、というような、答弁をされておられたそうですが、私の知り合いの職人さんは、なかなか帰りにビールを飲んでいる方はおりません。家帰って発泡酒を飲むのが関の山。そういう、建設業界、今、非常に都市部では硬直化をしている。業者の数も多いという実態もあります。したがって、私は、この補正予算でも、いろんな先端科学技術産業であるとか、新規産業のサポートという項目が挙げられて、予算をつけていただいております。私はね、こういうサポート策、もちろん大事なんですが、やはり、この、業種の転換、今、調子の良くない業界、業種の皆さん方が、思い切ってその業種の転換をする際に大きくサポートすべきではないだろうかということをずっと訴えてまいりました。例えば建設業者さんがですね、もうやめようと、介護の仕事でもしようかなということになった場合には、もちろん再びその商売を始めるための初期投資というものがいります。そういうことについて、国として思い切った、支援というものが必要ではないだろうかというふうに感じています。自民党が政権に戻って、先祖返りをしているのではないだろうかというような話もあります。そういった意味で私は今回の補正予算、ざっと目を通していただきますと疑問を感じる部分もたくさんあります。民主党時代の一括交付金から今度はまた紐付きの予算組になっているというようなこともあります。現実的に一括交付金の時には市の職員にどうですかということを聞きますと、いやーこれはね馬場さん難しいんですと、分野を超えて局を超えて予算の取り合いをしないといけないんですという話を聞きました。それでいいんですよ。この行政、縦割り行政と言われていることを解消していくためには、地方の役所も局を超えて予算の取り合いをする。そういう、習慣を身につけさせていかないと、私は地方の役所がなかなか国から見て信頼される時代が来ないんじゃないかな。そういうふうに感じておりまして、ぜひ先進的なですね、自民党さんにおかれても、政府におかれても、予算組、また、そういった裁量権のある財源の確保というものを お願いを申し上げたいと思います。それでは具体的に質問に入らせていただきます。まず最初に、今回の補正予算の目玉とも言われております、地方の現金臨時交付金について、お伺いをいたします。この地方の現金臨時交付金、名前は現金というのが入っておりますが、なかなか地方の首長さん等にお話を聞きますと、そこまで現金になるかなというのが実感でございます。我が党の永田博史議員が先般大阪へ参りまして、大阪府知事、松井大阪府知事、橋本大阪市長ともこの件についていろいろとヒアリングをしてきていただきました。
まあ、使い勝手が悪い、一言で言うと使い勝手が悪いという、まあ、評判でございます。そこで総務大臣にお伺いをいたします。この地方の首長さんが、現金臨時交付金について、まあ、あまり喜んでいないという原因は、どこに終わりになると思われますか、お伺いいたします。新藤総務大臣。大変いろいろ下に飛んだお話をまず冒頭お伺いしたことはよかったと思います。で、共感できるところもたくさんあります。私も総務大臣になりまして、自らの役割は何か、それは地方行政を所管する大臣でありますが、国というのは地域地方の塊である。だから一つ一つの地域をそれぞれの独自性やそれぞれの魅力を持たして、いろんな工夫をしながら町の元気を作り、それの塊が国になるんだと、まあ、こういう思いでですね、いろんなご支援をさせていただこうと、まあ、このように思っているわけであります。それから、まあ、親孝行したいときには親はなしと、まあ、それに対していろんな川柳がございました。私あえて、まあ、一つお返しさせていただくとするならば、親孝行、親がダメでもやりなさい、ね、親孝行っていうのは誰かにやられたからじゃないんだと、自分の考えでやるべきもんだと、まあ、このように私は思っております。で、その上でですね、まあ、ご質問でございますが、町の、まあ、首長の皆様に評判が悪いとは私どもは聞いておりません。それから、今回の実は臨時交付金というのは、これは、単に積み上げたものではありません。そもそも自治体の方からのご要望をいただき、どのぐらいできますかと、いうことをきちんとヒアリングした上で積み上げていったものであります。で、今回あえてハードのみにしたというのは、まずはこの大規模な公共投資を集中的に行って、需給ギャップを埋めようと、こういう国家のですね、まず基本があります。それに加えて、今回実は私もですね、同じ疑問を持ちまして、ソフト事業を入れなきゃダメだよと、こういう話、実はこの制度の設計するときにやりました。で、結果として調べたところ、前回麻生内閣の時にやはりこのような交付金を出しまして、その時はハードソフトやったんです。その時のソフトは5000億需要があったんですね。ですから別途調達資金を手当てしました。今回はいろいろ市町村の皆さんに聞いて、いかがですかという中で、ご要望があったのは500億程度なんです。で、これはみんな地方債やですね、地方財政措置でカバーできる範囲でございました。ですからあえて今回はソフト事務を含まなかったと。しかしそのソフトでおやりになりたいことは、きちんと地方財政の措置の中で手当てできると、ハードソフトをやっていただくんです。ただちょうどこの年度末でもございますし、この時期にできるものとしてね、まずはこちらのこの交付金を作ろうと、こういうことであります。それからこのですね、交付金は実は正式名称は地域経済活性化雇用創出臨時交付金というんです。これ誠に、まあ、これが法律上というか、まあ、制度上の名前なんですが、よくわからないということで、とにかくここはみんなで頑張ってお金を配ることじゃないんだと、今日本に必要なのはこの仕事をすることなんだと、そして地域隅々に至るまでいろんな皆さんが町のために、そして命を守るための仕事をしようじゃないかと、まあ、こういうことで日本を元気にしようという思いでやろうじゃないかということから、まあ、地域の元気臨時交付金と、これ愛称なんでございますが、私の方で提案させていただいて、財務省の、まあ、財務大臣の理解を得てですね、まあ、こういう形にしたんで、まあ、使ってくれると嬉しいし、まあ、分かりやすいじゃないですか。みんなで気合を込めて頑張ろうと、まあ、こういうことでありますから、ぜひご協力をよろしくお願いしたいと思います。馬場伸幸君。地方にヒアリングをしたとおっしゃいますけどね、全体の仕組みがね、提示されずに、どんな事業ありますか、どんなことしたいですかという聞き方されてると思うんですよ。今のようなすべてのこの交付金の仕組みとかですね、また昼からうちの議員が質問すると思いますが、これ15ヶ月予算といっても、その繰り越せるのかとか、いろんなね、問題点があるまま、地方にその話を下ろしてるんですよ。ですから、地方の首長さんはね、3歩下がってね、この話聞いてるんです。これは私の地元の市長さんにも聞きましたんで、間違いのない話だと思います。まあ、もう一度ね、そういうところを提示した中で、今度は本予算でですね、
先ほど長谷委員からも おっしゃっていただきましたけれども、もう一度そういうところをクリアにした段階で、私は地方に聞いてやっていただいて、そしてね、この12月のややこしいときいうのは、地方は予算編成してますからね、そんなね、ややこしいときにややこしいこと言われても、できる能力ないんですわ。うん。そら、12月16日ね、自民党勝利されて、まあ政権に復帰されて、すぐこれ打ち出されましたけども、地方はそういうことを想定してないんでね、なかなかその物理的、能力的にできないということもあったんじゃないかなというふうに思います。まあ先ほども申し上げましたように、地方に地方分権というんであれば、やはり地方に財源を下ろしていく。これがまあ一番大事なことですんで、まあソフト事業数百億しかなかったという、先ほど大臣のご答弁ですけれども、私はきちっともうちょっと調査をしていただければ、もっとたくさん出てくるんじゃないかなというふうに考えますが、来年の予算に向けて、それでは大臣のお考え、お聞かせいただきたいと思います。新藤総務大臣。ご指摘のようにですね、物事完璧なものってありませんから、それ喜んでくれる人もいれば、ご不満の人もいるかもしれません。我々とすれば、最大限のですね、いろんな、このご要望を入れた上で、忙しい中と言いますが、それはきちんとした、ものを、このご要望をいただいて、そこから、組み上げていったものだということは、ぜひ、ご理解をいただきたいと、まあ、このように、思います。そして、その上でですね、ソフトの事業は、これ当然必要です。重要だと思います。ですから、25年度においては、ハード、ソフト、どちらでも使える。まあ、こういう形のものをですね、今度は地域の元気づくり事業と、まあ、こういう形で地方交付税として措置をしたいと、まあ、こういうことでお願いをしております。ですから、これは約3000億円ございます。で、この財源は、地方公務員の給与を削減にしていただく。その地方公務員がこの地域に対して協力をする形で財源を生み出していただいた中から、これを当ててですね、しっかりと、まずは公務員が会より始めようで財政再建、そしてこの国を現金させていく。その会より始めようで行っていただいた協力行為が町の仕事となってですね、使われていくんだと。まあ、そこでハードでもソフトでも皆さんの町で使いやすいようにやりたいことをやってくださいと、まあ、こういう仕組みをさせていただいているわけであります。馬場伸幸君。まあ、その考え方については私どもも要望してまいりましたし、評価をさせていただきたいというふうに思います。ただ、まあ、先ほども申し上げましたように、やはりもうちょっと丁寧にですね、この地方の声を聞いてやっていただくと、まあ、もう少しこうニーズが高まってくるんじゃないかなと。3000億と言わずにですね、もう一桁上げて3兆円ぐらいのお金をつけてやっていただいても僕はいいんじゃないかなと、そういうふうに思いますので、まあ、その辺の丁寧な手続きの進め方というものをお願いをしておきたいと思います。続きまして、私は国会ではあまりこのことを認識されておられる議員さん、また職員の方は少ないんじゃないかなと、こちらへ寄せていただきまして、感じました。臨時財政対策債というものがございます。この臨時財政対策債、略して臨財債と言いますが、まずこの臨財債のですね、臨財債が平成13年度から発行できるようになったわけですが、その理念、考え方についてご答弁いただきたいと思います。新藤総務大臣。これは臨時財政対策債、これいわゆる赤字地方債ということであります。それはですね、まず地方の債については国庫支出金、それから地方債のこの特定財源、これに合わせて地方税、それから地方の交付税の法定、まあ、法律による定率分です。まあ、こういったもので、歳入の財源を見込んでいきます。で、そこに足りない財源不足について、まあ、この国と地方が折半をして、この補填をする。これが、臨時財政対策債でございます。委員長。馬場伸幸君。まあ、大臣のご答弁ですんで、お聞きいただいている方も非常に理解をしにくいんじゃないかなと思いますが、
私からまあ簡単に申し上げますと、一般家庭で言いますと、親がもう借金まみれで首が回らない、そこで子供にですね、お前借金せえと。で、子供が言うんですね、いや借金しても私返されへんから勘弁してとこう言うてるんですが、親はいやいや大丈夫、また将来俺が返したると。1000兆円の借金がある親がですね、子供にどんどん借金せえと。これが実態だと私思うんです。これね、大変な問題になってくるんじゃないかなと思うんですが、具体的にお聞きをいたします。5年ごとの平成13年度スタートいたしました、平成18年度、そして、23年度、そしてもし お分かりになるようであれば、平成25年度末のこの臨済祭の残高推移というものをお聞かせいただきたいと思います。18、23で25年度、来年度。新藤総務大臣。これが18年度がですね、累積残高が17兆9445億円です。それから23年度が36兆516円、16億円。そして平成25年度は45兆これが19億3000億円と、こういうことになっております。以上。馬場伸幸君。これね、先ほど お聞きしませんでしたが、平成13年度にスタートをして3年間に限っておったんです。3年の次元的なこれ、制度だったんですが、3年経った時にもうちょっと延長しましょう、もうちょっと延長しましょうということで、今までやってきました。一応来年度平成25年度末でこの制度を終わらせるというように聞いていますが、大臣のお考えはどうでしょうか。新藤総務大臣。これは我々としてもですね、できれば出さない方がいいに決まっているわけであります。ですから、そういったことで努力をしなくてはいけない。歳出削減、そして、税収のですね、この向上をすると、こういう努力をしなくてはいけないわけであります。来年度につきましてはその時の状況によって判断しなくてはならないと、このように思います。馬場伸幸君。現在の国の財政状況を見て、来年度情勢を見て辞めるという選択肢、本当にあるんでしょうか。そして、平成25年度末で45兆円という国家予算の半分の累積残高になってきます。本当にこれ返してやっていただけますか。私はこれ堺市議会でも何度も質問しました。財政担当の職員は、いや国が返すから、国が返してくれると言ってるから、だから大丈夫です、返してくれへんかったらどうするんですかと聞いたら、いやそれは国の責任ですというふうに言っておりました。大臣どうですか。新藤総務大臣。その方の言うとおりだと思います。ですから、私たちはですね、この臨済祭の元利償還金については全額を今年度地方交付税の基準財政需要額に参入している。ですからこれは確実に償還をできるように財源保障しているということであります。あとは国全体のこの財政をですね、きちんと健全化させていく中で処置をしていかなくてはなりませんから、何よりも景気を良くし、税収を上げていく、その中からですね、歳出削減をしつつ、この健全なこの財政を作っていくと、このことに尽きるわけであります。馬場伸幸君。まあね、これね、地方の公務員に聞きますとね、私よく怒ったんですが、国から補助金もらえますとか、国から交付金もらえますとか、国が借金返してくれますとか、すぐそういう言い方するんですね。でそれは原資は国民の税金なんで、右のポケットから出すか左のポケットから出すか、そういう問題だから、公務員としてそういう発言はやめてほしいということをずっと申し上げてまいりました。この臨済祭もどこの借金かと聞きますと、地方の借金だというんですね。これは公式見解で地方の借金だと聞いています。そういう観点で言うと、国のプライマリーバランスに対する影響はないということになるんですが、
プライマリーバランスを良くしていくということは、この国会でも何度も答弁がなされています。これ、地方に借金を、まあ、私の言い方で言うと、なすりつけておいてですね、国がプライマリーバランスを数字のマジックで合わせていくということは、ちょっと頭のいい官僚の方がお考えになると、すぐできることなんじゃないかなと。そういう危惧をしておりまして、この臨済祭という債権、非常に責任の所在が曖昧で、私はもう非常に将来にですね、大きな問題を残していくんじゃないかな、そういうふうに考えております。地方からは、所得税、法人税の法定率を引き上げてくれと、いうことを何度もいろんな団体を通じて要望が上がっているはずです。この臨済祭どこかでストップをかけないと私は大変なことになると思いますが、最後に大臣、この私は所得税法人税の法定率を引き上げて地方に手当をすべきで、これ以上臨済祭を発行させるべきではないというふうに考えますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。新藤総務大臣。これはまず国と地方の役割分担だと、このように思っていただければいいと思います。それから今ですね、法定率分を見直すかどうか、それは総合的な状況判断が必要だと、このように思っています。川信君。時間が終わりましたので、最後に一言だけ申し上げます。私たち日本維新の会は、こういった問題をいろいろと、つまびらかにしていく中で、やはり、この現状の地方交付税制度が、もう限界が来ているというふうに判断をしております。地方の財源は、やはり、消費税、これを全額地方税化すると。いうことを衆議院選挙でも公約の一つとして掲げております。自民党政権、大変な議席をお持ちで安定した政権運営がなされているようにお見受けをいたしますので、ぜひ我々と一緒にですね、将来に胸を張って責任を持って残せる社会、そして制度づくりをお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて馬場君の質疑は終了いたしました。